はい、ファイアーエンブレム復活雪月、続きからやっていきたいと思います。では3作ですね。ですね、誰もいない。この修道院案外安全ではないのかもしれんの。何しろ教師の中に敵が入り込んだおった可能性が高いんじゃ。他にもおるやもな。いるいる、いっぱいいるわよ。トマッシュとかいう爺が怪しいと思うのじゃが、どうじゃ。こもてばソティスってさすがだよね。だってちゃんと怪しい人分かってるもん。うん、偉いよね。偉いというかしっかりしてるよね。十字支線の前に釣り大会だな。あ、今釣り大会か。何考えてんだって思ったけど、ま、そっかそっか。先生はもう食べたか。はい、釣り大会も頑張ります。とりあえずじゃあミッションをねやっていこうかなって思うんですけど、釣り大会もちゃんと参加したいし、いっぱい落ちてるね。はい、モンバン君。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。昨年いなくなったモニカ殿、領地に帰ってしまったのかと思っていたら、まさかさらわれていたなんて驚きです。恐ろしい思いをしたでしょう。ずいぶん性格も変わってしまったようで、明るくなった気がするのが救いですよ。もうそこがダメだよね。ね、もう困ったな。だって頼みを聞く余裕はあるか。え、待って、そういうクエスト多め。あ、そっか。であれあれ、セテスもとんでもねえことを言い出すな。フレンのために最高の魚を釣れとさ。そうね、まあ仕方ないわよ。なんか落としてない？なんか何もなさそうじゃない。まあいいか、マックスだもんね。私、お兄様にとっても美味しいお魚が食べたいって申し上げましたな。そしたらこんな大騒ぎに。そうね、まあ困ったもんだけど仕方ないわよ。それ私のですわ。届けてくださるなんて。よし、絶対に釣ってみせるぞ。しかし、なぜ一尾も釣れんのだ。おかしい、おかしすぎる。嫌われてんじゃない。そうか、そうであったか。大丈夫、なんか斧かな。あ、でももうちょっとでね。あら、十字支線の直前にこんな浮ついた催しに参加するなど、本来ならば言語道断です。ですが、釣った魚は好きに食べていいと言われましたので、すみません、つい。いや、いいと思うよ。うん、いえいえいえ、ないか。いえ、じゃあね。たまには心を無にして釣り糸を垂らすのも良いものですよね。どうせならどこか景色のいい川や湖で楽しみたいところですけど。それはそう。うん、ハッシュ君。実は僕、釣りって結構得意なんですよ。兄さんがよく連れて行ってくれました。先生も挑戦してみたらどうですか。釣った魚は食べてもいいそうですよ。なんか落としてない。プレイ別に怠けてないもんね。ごめん。ティリル君、ミラほどじゃないけど、フォドラも広いよね。旅考えたことなかったな。でもみんななんかあれだね、マックスあるね、やる気ね。セテス殿から聞きましたか。釣り大会を開くそうです。前節は物々しい雰囲気でしたから、
こういった模様、確かに私は釣りは好きですが、得意時やはり。よし、これで C になるよ。経験が身になったよ。これでね、あとは魅力さえ上がれば、私ヒルダちゃんは誘えると思ってて、どうだろう。はい。これ。お、2あるよ、2。じゃあね。ちょっとまだだな。ごめん、後でね。のんきな催しもあるもんですね。俺は魚より女の子を釣った方が楽しい。ああ、だから冗談ですって。それより今は、グロンダーズ呪術戦だ。呪術戦で活躍すれば、女の子の人気を集めること間違いなしですよ。ね、先生。それはそうかも。さすが先生、わかってらっしゃる。よし、俺今節は真面目に励むぞ。まあ頑張れ。今年も弓得意じゃないもんね。片付け苦手そう。今年もないね。今年も今年もそうだね。誰この人、お願いしたいことがあるんですが。そういう演習とかそういうのばっかね。呪術戦の名は、王国が帝国からの独立を勝ち取った戦いにちなんだものだ。青き獅子の名に恥じぬ戦いをしなければな。先生、今節もよろしく頼む。まあ任された。よし。先生、助かった。探していたんだ。しかしよく俺のものだと分かったの。分かるよね。分かってなかっただろうっていうね。呪術師戦が近いとはいえ、近頃殿下は毎日夜更け過ぎまで訓練ばかりだ。殿下は心配無用とおっしゃるが、俺にはどうにも心配でならん。そうだよね、分かる。なんかあげる。ジョウロ、これを俺に。すまん。かわいい。だってジョウロとか絶対好きでしょ。死神騎士の正体、僕はイエリッツァさんじゃないと思うけどな。あら、どうして。あの人に剣を教わったことあるんだ。筋がいい、強くなりそうだ。確かにちょっと怖い人だ。まあ、そんなのはダメ。理由にならないわよ。こっちの方は誰かいらっしゃらないと。あとクエストはあの上ね、はい、メルセデスさんだけいるわ。喋っときましょう。なんかいる？おい、呪術戦での活躍ぶりによって良いか。いつど積極的に動き、より多くの敵を倒す。いや、もう大丈夫、私はすぐ動くから。突っ込むことしかしないから。先生、文通しましょう。文通だから互いに面と向かって交わせる生活して、どうしてもパッと扉越しに。よし。これしかないよね。あ、嫌だったみたい。ごめんなさい。なんかこの質問前もね、失敗した気がする。わかんないんだけど。ごめんなさいね。ごめんなさいね、ほんと。あの、そうだ先生、女神のと再来節
精神の説に催される舞踏会。ああ、舞踏会ね。その願いは必ず噂の出所はよくわかりませんけど、うん、前回の時、その前回の時に私その舞踏会の動画の録画うまく引かなくてあれだったから、今回はちゃんとやりたいよね。あら、ごめんなさい先生、ちょっと考え事をしていたの。ありがとう、優しいのね。でも大丈夫、本当にただの考え事だから。死神騎士の正体、本当にイエリッツァ先生だったのかしら。なんだろう、このルートだとさ、分かったりするのかな、その正体。これ私のだわ。なんかでもそれ分かったら分かったらなんか辛い気もするけど、どうなんだろう。え、どこにいるの。外の端っこね。実はお願いがあるの。手紙ね。誰に渡せばいいの。え、先生、ようこそ大修道院釣り大会へ。なんだその勘は。フレンが望む魚が釣れたら頼みがある。もうやるしかないよね。弓教わるか、そろそろね。フレン何がいいんだっけ。フレンが何いいかとかもう覚えてないんだけど私。はい、あのコントローラーうるさ。え、どうだっけ、何だったっけね、もう覚えてないな。はい、ごめんなさい、なんかマジマイクにあのコントローラーがブル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 言ってるなんか音が入ったらごめんなさい、本当に謝罪だよね。ちっちゃくなんないのよ。よいしょ。一回くらいパーフェクト出さないとね。じゃあ5回やろう、とりあえず5回やって、なんかその望んでるのがなかったらちょっともう一回やろう。よし、ちょっとなんか雑魚だな。うわ、ちっちゃいのだ。よし、でちょっと一回見せに行こう。違うってことよね、これね。はい。感謝するぞ。変わった手紙ですよね。ね。違ったの？ちょっと待ってよ。結構だから時間使うわね、ここでね。でかいのじゃないな。金色のやつとかだ、いたっけ？どうだっけ？はい、どうだろう。トータテスニシン、
金色のとか来ないもんね別にね。よし、え、うまくない？なんか突然うまい。私どうした？ホドラカーって来たぞ、光るやつ。うわ、嘘。よし、これじゃない？違う？あれ、トータテスニシンだよ。あれ先生、トータテスニシンではないよね。あ、お魚、これです。これやった。ホタテスニシンだったのね。よし。で、その報告にまず行って、その後は、そうね、レア様とかの方行こうかな、まずね。よいしょ。助かったわ。どうも。まあ、ミミズもらって、ミミズ。なんかあんまりでもさ、ミミズもらっても嬉しくないよね。ミミズもらってイエーイとはならないよ絶対。どこにいる？随分あっちね、ここはフェリックス君の部屋ってことよね。イングリッドのやつは子供の頃から食事の話になると目の色が変わる。いいんじゃない？大人が集まってるよ。こんにちは。前節は由々しき事態もあり、生徒たちにも苦労をかけてしまいましたが、いかがでしょう。あなたも今節の課題に向け、きり頼もしい返事です。あなた、呪術師戦では、よし、君も釣り大会に参加してくれたそうだな。忙しいところすまなかった。感謝する。まあ感謝されよう。あ、飛行ね。飛行も全然やってないよね。どうする？飛行やる？意外とあるよね。よし。あとは大人たち。あとご飯食べたいよね。おう、呪術師戦の準備はどうだ？何、釣り？のんきなもんだな。大修道院で立て続けに起こった事件、裏で何者かが暗躍してんのは間違いねえ。俺もその調査に駆り出されて、今節は王国へ。お前も気をつけろよ。そちらの方が心配。俺は死なねえよ。もう何年生きてると思ってんだ。フラグだよね、ほんと。ここまで綺麗にフラグ立ってるのもなかなかないよね。よいしょ。じゃあ。おお、すごい。君も聞いたと思うが、フレ、こんな格別の研究。ああ、セテス君の言命さえなく。そうだな。あの堅物を説得する時間で。弓、馬、ね、理学だな、理学あと1だよ。なんとかならんかね。1ぐらいならなんとかならない？今のエラさん、それでも腕に自信はあったのに、刺されちゃうなんて不覚だわ。しかも相手は死神騎士でしょ。正体は本当にイエリッツァ先生なのかしら。誰にしろこの借りは返してあげるわ。私怒ってるんだから。私その息だ。やられっぱなしでなんていられないわ。あなたも手伝ってくれない？
まだまだ学ぶことは多い。じゃあ、あとご飯食べます。ちょっと待ってよ。そうだよね。まだ全然喋ってないもんね。眠いですね。もう少し社会的な猶予を与えられる期間なのかなとか僕は思ってた。卒業すれば、いや、人生の猶予。わかる。すごくわかる。ありがとうございます。もう完全に諦めてましたよ。よし。で、誰かいる？かつては王国領も同盟領も全て帝国の支配するところだった。ところが内乱により北半分が王国となり、王国は東西に分裂し、東側が同盟に。今でこそ三つどもえの関係になっているが、千年前のフォドラは一つだったのだ。帝国貴族の中にはその最大半島の復活を夢見る者もいる。なるほどね。なんかあるかな。酒好むの？好まないよね。おや。さよなら。わあ。先日珍しく父から書簡が来たよ。ヒルシュクラッセの勝利を祈っているとね。父もかつてここの士官学校に在籍していて、なんかこれ聞いたことあるね。未だにそれが自慢らしくてね。なるほどね。なんか はて評判を上げているようだな。先生の学級もうちょっとなんだ。多分魅力なんだろうな。私に魅力がないのが一番の原因なのよ。どうしたら魅力的な女になれるのかしらっていうね。ようやく終わったか。やめとくわ。久々楽しむでした。先生どうですか？ドラさん、なんかある？感謝です。お、私落とした観察していました。何故分かりますか？たまたまです。奇跡。私しかし先生、馬ね。いや、すげえ突然の大会だったが、なかなかの盛り上がりだったな。よし。もう釣り大会は終わったんだってな。おではこれから釣った魚を食う大会だ。かわいい。おではないよね。おお、これからきよ。大会は終わった。お前が釣ったんだろ。仕方なし釣ったのよ。さあ今度は魚を食べる番ですよ先生。燻製煮込み楽しみです。私煮込みがいいな。釣り大会は終わりだそうですね。あ、呪術戦に向けて準備しなきゃ。そうだね。釣り大会いい息抜きになりましたね。さあ十字支線に切り替えていかないと。頑張ろうね。はい。なんでわざわざグロンダーズ伝統だかなんだか知りませんけどなんて先生に言っても仕方ありませんけどね。なんかないかな。なん植物詳しくないよね。なんでそうだよね。なんでなんあら、さては成績優秀な私を勧誘しに来たってところですか。まあ私としては構わないというか、むしろ大歓迎ですけど。あれ、では
交渉成立ですね。これからは先生の呼吸で学ばせてもらいます。しっかりと指導してくださいね。私早く一人前になりたいので。やったまさかのリシテアス、すごい迷惑ですって言ってるやったこれは嬉しい。え、なんか本当いいね、いい感じにスカートができてて私嬉しい。先生知ってます？グロンダーズって帝国はベルグリーズ伯領にあるんですけど、私の実家バーリの領地の隣なんですよ。もし仮に万が一両親が見に来たりでもしたら、まずいです。本当ですか？信じますよ、信じますからね先生。どうしよう、彼女はないよね。メルノじゃなだよね。あ、片付けできなさそうじゃない。メルノじゃ、あ、これってあれか、あのマネラさんか。そうだよね。いや、まあ一人スカウトできただけで十分ですよ。もうね、そんなたくさんね一気にしようなんて。あとこっちね。よいしょ。クロード君。わざわざ帝国領まで出向いての模擬戦だ。報奨も出るって話だし、勝ちたいもんだな。マリアナさん。先生、呪術戦は私も行かないとダメでしょうか。行きたくない？修道院を出たくなくて。でも大丈夫です。自信はありませんが頑張ってみます。頑張ろうね、うん、よし、やる気はいっぱいだね、うん、ヒルダちゃんいるかな。誘えたら誘いたいんだけど。そうですね、グロンダーズ平原は帝国にあるんですよね。どうやって行くんだろう。修道院から帝国に入る道はないって前に聞いた気がするんですけど。あ、もしかして同盟領を経由するのかな。東からこうぐるーっと。ぐるーっとね。落とし、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 ないな。落とし物、落とし、ダメだ。落とし、落とし、ごめんね。ロロテアさん、呪術戦いよいよですね。先生、自信のほどは？力強いですね。彼女っぽいものもないよね。すみ、すみ、そうだよね。確かに、うん、もうちょいね、魅力、やっぱ魅力がさ必要な人ってね今のところ誘えてないから重要なんだろうね、うん、ヒルダちゃん。先生、先生、モニカって子ですけど何か変じゃありません？わかる、すごいわかる。長いこと監禁されてたはずなのに回復は早いし妙に明るいし、うん、ですよね。ね、周りを心配させないように無理してるのかな。あの子なぜかエーデルガルトちゃんにべったりなのも、なんかね。ね。ね。落とし主、落とし、落とし主。ないよね。もう贈り物するわ。うん。すっごく嬉しいです。もう物をあげまくって、なんとか。誘うという作戦、うん、これ無理？なん、ありがとうございます。そうね、いけるかな先生。あ、お説教なら、うん、まだか。そうだよな、魅力だよな。
私で魅力上げれません。じゃあここじゃなくて指導レベルじゃなくて支援レベルじゃなくて、あ、でも待って、支援レベルってさ B までいけるよ、行ったところでって感じ、うん、そうね、あ、トマシ忘れた、ごめんなさいね、いたね、びっくりした、怖いんだけど、涼しい日があるとブロンダーズ平原は帝国と同盟、そこにかかる、そうですね。あ、ルルがまた喋りたいみたい、喋ろう喋ろう、ルル釣り大会のおかげで厨房は魚の山だ、調理が追いつかんほどの魚、魚、魚、これを俺に、すまん、ひいきが激しいのよ、うん、仕方ないのよ、私やっぱルドゥのこと好きだから、うん、ね、ルドゥっぽいなってものあげちゃうよね、どこにいるんだろう、レオニー、あ、外か、おいおい、何が釣り大会だよ、あいつら呪術師戦に勝つ気あるのかね、先生はまさか、増えてきたな、ちょっと、なんかない、ないか、はい、ああ先生か、楽器、これでとりあえず一通り喋りましたね、うん、じゃあ料理します、こっちね、はい、料理は好きだ、そうだな、お前はなかなか筋が良さそうだな、おお、やったありましたね、ということで喋ってないの言った。あ、しかもさ、やってない、何開催してたの今月、現実か、まあでも別に今じゃなくてもいいか、エーデルさん、どう、後でまたショコに、あ、先生、何か用かしら、今は少し忙しいのだけれど、ごめんね、エーデルさんにいろいろ聞いてるんだ、私去年は卒業できなかったから、今年改めてちゃんと卒業したいの、おら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 、やだわあの人、グロンダーズ呪術師戦は他の学級よりも良い結果を出すと何やら大司教殿から褒章が、フレン殿と一緒に昨年度行方不明になっていた女性とも見つかったそうだね、すぐそこにいる子ね、そしてその代わりに、うん、剣術師範のイエリッツァ殿が姿を消した、もともと彼の出自には何かと怪しい点が多く、その登用には反対する者も多かったんだ、帝国貴族フリュム家のものだそうだが、元は別の家からの養子だとも言うし、そもそもここ十数年はフリュム家そのものにも良い話は聞かないからな、なるほどね、ということで何今の、あ、こういうのできるんだ、こんなんできたの初めて知ったんだけど、とりあえずね、どうしようかな、今月結構今月さ忙しいよね、グループ課題がいいとして個別指導で、誰をやろうかな、とりあえずそうね、あ、 D なんだ、ちょっとじゃフェリックスくん、これ D はねダメですよ、うん、全然ダメ、本当に役に
掴んだな。うわ、こっからきつくない？だって不得意なんだよ。結構きついよね、上げていくの。やく。ドゥドゥ。でもドゥドゥは元から高いからな。 B だもんね。低い子優先した方がいいよね、絶対。ここ2人ここ2人はなんかやってあげた方がいい気がする。頑張ろうね。よし、はい、頑張って。よっしゃ。不得意なのみんな不得意だな。なんかいつ実戦で試してみねえとな。よっしゃ。よし、ユナツくん C でしょ。マリアーヌさん D なんだ。じゃあマリアーヌさんちょっと、はい、なんとかできました。素晴らしいです。うん、コツをつかめたかも。次も頑張りますね。よし、いいんじゃないでしょうかね。うん、テレル君いいなの？いいはダメよ。いいぞ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 。うん、完璧。少し分かってきたかも。別に嬉しくないし。可愛い。すごく。よし。ドゥドゥなんかやるじゃん。何やりたい？何やりたい？斧？斧とかだったらでもほっといても自動的に上がるもんね。メルセデスさんのこれを。よし。あと1なんだよね。なんかドゥドゥやっとくわ。褒める、すごい褒めちゃう。もうなんかお菓子買ってきちゃう。うん、よし。ちょっと聞きたいんですが。どうしたの？なかなか落とせない女の子がいるんです。あら、口説き落とすでしょ。はいはい、なるほどね。微妙？先生。オリナイトなりたいの？いいよ、なっても。何でもいいよ、マリアナさんは。もう、やりたいことやろ。うん。よろしくお願いします。少し不安かも。終わりました。以前よりうまくやれるだろう。なるほど、理解しました。よし、2週、3週とかしかないんでしょ。どうしよう、3週。なんかその出撃でさ、やらなきゃいけないものがめっちゃ増えたじゃん。クエスト2つあるし、悩ましいわね。そうだ、とりあえず試験やんなくても大丈夫？あ、もうリヒテアさんとかちゃんと中級になってるね。で、OK ですね。はい。ということでですね。まあ、この、やったことのある外伝の消化と、あとこのクエストの消化をしておきたいので、まあ、次回はなので、もう呪術し、次回は呪術、呪術師戦、言えないんだけど27日からですね、やっていこうかなと思います。なので12、19、26はサクッと過ごしておこうと思います。でも誕生日誰だろう、待ってよ、誕生日ティリル君とアッシュ君、 OK です。はい、ということで
今回これで終わりたいと思います。バイバイ。